大阪市高速電気軌道大阪地下街、道島地下センター毎日新聞社毎日、ビルディング道島地下センター道島地下、センター道島地下センターは、大阪市北区道島一丁目にある地下街である。大阪市の第三セクターであるの子会社となる、大阪地下街と毎日ビルディングが、接伴出資した株式会社道地下が運営、保守管理をしていた。 2020年7月1日株式会社同地下は、大阪地下街、株式会社と合併し、大阪地下街、株式会社が運営、保守管理をしている。桜橋交差点から南へ伸びる、全長約 0.3km の地下街で、愛称は、同地下。開業は1966年。中央部は、物販店、両端部には飲食店を中心に52店舗が、 テナントになっている。梅田の他の地下街同様、商業ビルや駅コンコース等を通じて、ホワイティ梅田、ディアモール大阪などの地下街とつながっている。また、2008年10月に開業した京阪、中野島線、渡辺橋駅とは、地下連絡通路を設ける計画案が、内閣に設置された都市再生本部で提案されており、計画が実現した場合は、 中野市町下街を通じて四つ橋線日後橋駅とも連絡できるようになる。第三日曜日は全店舗共通の定休日となっているが一部の店舗は全日曜日を定休日としている。ありがとうございます。